どうも皆さんこんにちは、リューパール先生です。本日はですねチェンクロの動画撮っていこうと思います。本日はですね、昨日、始まりました犬花族のフェス、多分犬花族でいいと思うんですけど読み方、こちらのですねガチャをやっていこうと思います。で、今回は30回回していこうと思うんですけど、30回の中で、いいのか、もしゲットできれば、ちょっとパーティーをね組んでみようと思います。獣のキャラクター全然持ってないので、ちょっとまあパーティー組めるかどうかちょっとわかんないんですけど、まあできるだけ、頑張ってやってみようかなと思います。というわけでですね、30回回して、30回回せば最悪、今回は SS のダブル S レアのギザザヤっていうね、オサのですね、従えてる人ですね、あの人が手に入るということで、はい、では引いていこうと思います。2回目いきましょう。いやー、この動画を見てくれた人は分かるかもしれないんですけど、前回なんだっけな、桜大戦のコラボガチャを60回近く回して、結局その後何回かまた回してやったせいで、もう精霊石がもうねあっという間に消えていくっていうね感じになってしまって、ちょっと今回結構集めるのに苦渋の決断で、こう整列機をね買っていくってことになっちゃったんですけど、今回はなんで、といっても、あの、獣の、もう、あのストーリーのメインキャラとも言えるぐらいの、ガジジナとギザザヤが、手に入るということで、これはやっといた方がいいかなと思ったので、ね、やっていってるわけなんですけども、あ、来ました来ました。犬花族の誇り高き戦士ギザザヤ。来ましたよ。俺の力が必要か。ならばお前たちに忠誠を誓おう。うふう。やれやれ、世話が焼ける。来ました来ました。あとは、ガジジナが出れば成功ですよ。ガジジナが出ればもう完璧ですよ。今7回引いたんですかね。まだまだいけるんで行きましょう。はいはいはい、こんなもんですよ。ほい、新しいの来ましたね。でも星4か。ザリリオ。俺は広い世界のいろんな強者と力試しをしてんだ。面白い。なんかダブルスリアにもこういうキャラがいましたよね。なんかひたすら戦いが大好きみたいな。というわけでですね、半分まで来ました。折り返し地点。残り15回でガジジナ当ててみせます。
やばいぞ。やばい、当たらんぞ。これはやばい。マジか。ちょっと頼むよ、どうにかしてくれよ。あ、もう、あー、やばいやばいやばいよ。いや、ガジジナはちょっと欲しいよ。ガジジナ欲しいよ、ちょっと。だって獣のあれ、オサですよ。オサですよ。やばい。あと4回。あと2回。あー、このかな。あー、もうダメだ、もうダメな気しかせんわ。はい、というわけでですね、ギザザヤ一体のみとなりました。ダブルスレア、いやー、ちょっと今回はひどいですね。いやー、さすがにガジジナ欲しかったな。というわけで、ガジジナが手に入ってればパーティーが組めてたと思うんですよ。うん、でもまあ実際にガジジナとギザ隊がいて、多分今回のパーティーは成立すると思うんですよ。そのキャラクターがいないとなったら、ちょっとこれはパーティー組めないですね。はい、というわけなので、まあ、今回はちょっとね、残念な結果だったので、ちょっと獣のパーティーは作れそうにないです。まあでもまだいろいろとね、キャラクターがいて、こういうパーティーを組んでみましたみたいな動画もですね、まあ、今後上げていこうかなと思っていますので、まあそちらをですね、まあ、楽しみにしていただければと。そちらをですね、楽しみにしていただければと思います。というわけで、まあ、今回、ガチャを30回回して、まあ、結果は残念でしたけども、まあ次回、またお会いしましょう。はい、それではさよなら。